これは明治ともに損益通算上赤字を作る優良物件になるわけです。なるほどそういうこと。皆さんどうも、不動産日記の小林大輔です。小林さん、はいよ、ついにいい物件を見つけてきましたまた見つけちゃったとうとう見つけました。この間僕大阪に行ったんですけど、結構大阪ってかなり人多いし、これからも廃れることはないだろうっていうのを肌身で感じまして、かといって東京ほどは高くないじゃないですか。まあ確かに確かに。その中でちょっといいものを見つけたんで、僕的にはもう買いだと思うんですけど、ちょっと評価の方お願いします。 OK、 今日はね、買ってはいけない物件について徹底解説したいと思います。はい、お願いします。では小林さん、今画面にですね、物件のスペックを出してるんですけれども、改めてご説明をお願いします。OK、この物件はね、購入価格が2490万税別で、税込みでね2740万。分かりやすい新築の区分所有マンションのロットだね。代表的な例、代表的な例で、場所が大阪市北区もいいとこですよ。北区って言ったら梅田とかさ、じゃあもう本当中心の中心、いわゆるあの高級な飲み屋さんなのが北区と呼ばれるエリアだから都心だね、で、地下鉄栄水線扇町駅徒歩3分。扇町っていうのはかなりアクセスいいですか。都心すごいよ。で、RC 像 35.34 平米だな、で、想定利回り 4.73%、で、これ新築区分所有マンションで 1LDK の物件です。勝ちですね、これは。勝ちか、これは勝ちです。確かに金子君がこの引かれるエントランスの写真とかさ、一見良さげに見えるな。で、これは、うちの会員さんが失敗した物件で。あ、そうなんですね。そういうこと。結論から言うと、これって手仕舞いしてるんだけど、すぐに結果が出てるからさ、それも後で聞かせてください。そうだね。結果は後ほどお伺いするとして、実際どういう感じで買われたのかっていうのを、ちょっと数字を教えてください。資金計画系な。これまずね、手付金が100万円入れられて、その後の現金は実は充当してない。で、それ以外に諸経費を80万4000円だね。物件価格とは別でな。なんか割と安く済んでる感じがしますけど。一般的に諸経費っていうのは、物件価格の 8% 程度を見込むんだけど、俺も着債が 10% で換算してるけど、誤差だから。で、この借り入れ、これ大事になってくるんだけど、借り入れは2720万。ほぼ全額だね。で、月額返済が85,270円、期間が35年の金利が 1.4 で、これ地銀で調達しています。まあまあさすが、この方はお住まいが愛知県なんだけど、愛知県の地銀でこの大阪の物件が買えるっていうのは、やっぱり今まで培ってこられた信用属性があってましたね。で、これで賃料等がね、管理費が7,770円、修繕積立金が2,120円で、賃料が10,890円で、毎月のキャッシュフロー5,730円。これは新築の区分所有の中では、そんなもんじゃないっていう、よくあるような物件だね。これダメなんですか？なんかすごく良さそうに。良さそうに見える。確かに写真見るとめちゃめちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいっすね。だからね、ほんと素人を騙すには最高な設計で、さすがこの会社上手に作ってるよね。あ、そういうことなんですか。じゃあ僕それにやっぱ釣られたんですか、また。そう、簡単にな。そういうことなのか。これなんか各種数字についてなんですけど、金利 1.4 で引けていて、想定利回り 4.7 なんで、めっちゃいいなと思っちゃったんですけど、その考え方は危険ですか？じゃあこの物件の評価じゃあ行ってみるか。はい、お願いします。この物件自体はね、やっぱり大阪の都心の新築区分所有なんだよな。ロケーションとしてはめちゃくちゃいいよ。そうですよね、めっちゃいいですよね。めちゃくちゃいい。ただし、この物件検索すると、めちゃくちゃ空室の募集してるし、物件も売りに出てるんだよ。そうなんですか？そう。ってことはどういうことかっていうと、新規設定埋まらない可能性があるっていう。じゃあこんなに立地良くても 1L10 万で埋まんないもんなんですね。そう、まあ理由もあるんだけど、そもそものこの物件をどういう切り口でそのうちのね、会員さんが買っちゃったかっていうのは、その方っていうのはさ、創業されて大きくされた方で、個人の属性がめちゃくちゃ良かった。で、要は節税にもなるし、かつ不動産で資産にもなりますからと言われて買っちゃった。なるほど。じゃあちょっと節税の目的も少しあったんですか。あと生命保険にもなりますっていうね、分かりやすいその新築区分所有のロジックにされて、まあいいかなと。だから単純に言うと、その不動産投資に関してとか、不動産をついた資産形成に関して戦略性がなかったんで。なるほど、そういうことですね。そう、この方ってめちゃくちゃ賢い人で、だって1台でさ、従業員400人とかにされるぐらいの方だから、そんな人が簡単に騙されるわけないんだよ。
確かに確かに。そうだけどこれなんで買ったかって、さっき言ったように、はい、不動産を通じた資産形成はそもそも考えてないし、はい、単純に年収高い、はい、節税ができる、はい、生命保険代わりになるっていう、はい、こう利益を列挙されたら、うん、これは本来普通に考えれば妥当であるってことで購入してる、はいはいはい、ただし、うん、これを不動産投資をいざ戦略性を持ってやっていくっていうような話になると、はい、この物件は買ってはいけなかったってことが分かって、はい、整理売却したっていう案件の一つだね。なるほど、そういうことですね、うん、その人ってどれぐらいの資産家の方なんですか。この方はバイアウトして6億ぐらいの株を持って、はいはい、それを原資に24億にしようとしていて、はいはい、とりあえずエントリーで6億ぐらいまで保有ロットはした。ああ、なるほどなるほど。じゃあ6億ぐらいの資産がもともとあった、そういう意味だね。はいはい、そういう意味。では小林さん、まあ、そういう物件の評価かなと思うんですけれども、うんうん、なんでその評価が低いんですか。 OK、 この物件の評価が低い理由ちょっと解説していこうか。はい、これ前提としてさっきも話したように、この方ってめちゃくちゃ優秀な方なんだ、はい、これも尊敬するぐらいすごい方なのね、はい、なんでそんな優秀な人が、はい、この買っていけない物件買っちゃったか、はい、結論から言うと、この不動産を通じた資産形成戦略性がなかったがゆえに、はい、不動産のセールストークの利益列挙法にやられたって話なんだよ。でしかも論理的に考えて、うん、そのロジック、その視点、うん、その視野であれば間違いなくて、はい、少なくとも本人の年収が高いものに損益通算の仕組みを使ってさ、はい、損を作ったら税金返ってくるじゃん、うんうん、税金高いですよね、はい、はい、帰ってきてほしくないですか、帰ってきてほしいです、うん、帰ってくるのに不動産持ってたくないですか、はい、欲しいですみたいなさ、はいはいはい、しかもローンが丸々出ます、ほとんど手足出す、うん、いやそんなことできるんですかみたいなさ、はいはい、でしかも万が一になったら建物残りますから生命保険代わりになりますよみたいな、はいはい、買わない理由はないってなるんですね。確かにそうですよね、まあ、ロジック通ってますもんね。もうあのすごい分かりやすいロジックだよね、うんうん、で何がダメかっていうと、不動産投資を通じた資産形成をやること前提でダメな理由を今から話をするね。なるほど、お願いします。でまずね、途中だからコンクリートの塊なんだよ、はいはいはい、すなわち建物の比率がめちゃくちゃ低いから、はい、元本毀損するのね、はい、あの原価償却して価値が減っていくから、コンクリートっていうのは、はいはいはい、だからそもそも持てば持つほど価値が減っていって債務超過になっちゃうんだよ。土地が残らないからってことですね。土地っていうか、厳密に言うと2740万価格構成のうち、はい、土地って多分40万とかなんだ、多分、はいはいはい、おそらく。ってことは2700万近いものがの原価償却するコンクリートの塊にお金借りてるんだ、はいはいはい、それを35年かけて返済していくんだけど、うんうん、ゆっくり減るじゃん、はい、だけど少なくとも築年数がどん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 いくからさ、うんうん、価値が目減りするじゃん、はい、あの価値が目減りするものに借り入れを起こしてるっていうことは家感としてはさ、是としないんだよ、金持ちになっていかないでしょ、うんうん、だからそもそもこれはコンクリートの塊、元本毀損するものに借り入れを起こしているっていうところが、不動産を資産形成として使っていく上ではめちゃくちゃビハインド。なるほど、これがまず良くないポイントは前提としてあるわけですね、うんうんうん、他にも何かあるんですか。もちろんこの債務超過の状態以外にもこの利回りがさ、そもそも 4.73 4.73 はダメなんですか。もう結論から言うと、はい、一等物で恵比寿とか代官山、東京もめっちゃいい都市に買えるんだ。あ、そうなんですね、うん、そんぐらいの利回りなんだ。そう、ただしこれはね、ロットが小さいから考えてない人に買ってもらいやすいロットだから、あ、まあお手頃っちゃお手頃、そうそうそう、だから掴まされたっていう典型のポイントね。あ、これが前提だ。そういうことですね、うん、じゃあマイナスポイントですね、はい、1つ目、間取りが狭いの。あー、これ狭いんですか。35平米、 35.43 平米で 1LDK っていう表記はそもそもこれアウトで、アウトなんですか。これも不動産のリーシングの市場に精通していないとわからない話なんだけど、はい、1LDK 表記は最低でも45ないとダメなの。全然足りないじゃないですか。そうだから35だったら広めの 1K の基準なんですね。もう広めなんだけど、はい、この今最大手の区分所有の会社は LDK がメインなストリームで売りやすいって分かってるから、はいはいはい、だから30よりちょっと多くしてギリギリ万円表記できちゃうかなみたいなことをやってるっていう分かりやすい事例。彼らとしてはたくさん部屋取りたいから1個あたりさ小さい方が有利なわけよ、はいはい、打ち込むお客さんが増えるわけじゃん、うんうんうん、だからそういった意味でも売上万円 DK 表記をしてるってことは、うん、実際に客付けに窮する可能性が高い。あー、なるほどなるほど、うん、だって 1LDK と競争したら競合45平米あるからね。はいはいはい、はい、そうでしょ。だからネットで調べても9数ぐらい募集があったからさ、うん、あー、じゃあ結構空いちゃうんですね。埋まってない、下げるしかないってことよ。あー、なるほど、うん、他にもあるんですか。はい、2つ目、利回りが低いんだよこれ。そもそもあー、先ほどおっしゃってた通りやっぱ 4% はちょっとダメなんですね。そうそう、利回り 4% 台って中目黒代官山買えるから、はいはい、この方の資産背景なら、はい、全然取り組めるね。あー、なるほど、じゃあそっちに行った方がいいってこと。そう、価値が目減りする新築区分所有で、はい、自分の資産背景食いつぶして、はい、属性をね
マイナスポイントに銀行に持ってって、はい、残るものは損する空襲がいいか、はい、価値が目減りしない中目とか代官山とかにきっちり利子引っ張って、はい、返済進んでったらきっちり含み益が残るのはどっちがいいかっていう話だ、うんうん、はいはいはい、わかりました、ありがとうございます、はい、他にも何かありますか、うん、次、これね、キャッシュフローがね、定額キャッシュフローが5000は全然ダメなんです、うんうん、これね、キャッシュフローってカウントしないぜ。ああ、もうもはやしないです、ね、固定資産税だなんだって加味したら、これキャッシュフローを下手したらマイナスの可能性があってさ。あ、本当ですか、はい、うん、当然、その空室が出るんだよな、はい、っていうことは、年間でいくと6万ぐらいじゃん、簡単に、はい、で、実際この規模でいくと最低でも入隊金15万から20万の原状回帰をかかるから、はい、この会社がセールストップとしてやってる損益通算で損を作るって話だったからさ、はいはい、損が出たらゼなわけよ、はいはい、だからこの最低でも30万とかかかるリフォーム費用も黙って大家さん負担にしてくるから、うんうん、キャッシュフローはマイナスになる可能性は極めて高いね、っていうことなんですね。そういうこと。なるほど。他にも何かあります、うん、これ最後にね、これ修繕積立金が安いんだ、この物件2000円そうそう、2000円とかマジないから。あ、そうなの、全く足りないから。これなんか実際どんぐらいになっちゃう、まあやっぱり実際だったらこれまだ新築だから安くなってるんだけど、はい、本来は最低でも1万円ぐらいは修繕積立金ないとまずい。これなんでかっつったら、はい、建物持つとさ、はい、外壁塗装防水絶対やるわけよ、はいはい、これが最低でも3000万、この物件規模だったら多分5、6000するからさ、はいはいはい、それ考えたら各入居者に対して修繕積立分担金みたいな形で200万から300万場合によっては500万とかさ、はい、各分担金が来るから、うんうん、そういったところも含めて要は修繕積立金が安いという設計でキャッシュフローギリプラでしょ、はいはい、でということで実際に必要な修繕積立金にした瞬間キャッシュフローマイナスになる、はいはい、これは明治とともに損益通算上赤字を作る優良物件になるわけです。なるほど。そういうこと。相当マイナスが出ちゃうっていうことだったなと思うんですけど、そういうこと。これも実際に売却はされて処理は済んでるんですよ、ね、そうそう、もうこれはまあ、無事にうまいこと売れたんだけど、はい、ただし、はい、これちゃんと損をしていてだな。そうですよね。そう、結論ね、2740万円税込みで購入して5年保有して2450万税込みで売却してるんだ。はあ、じゃあそこで、まあ、200、300ぐらい損が出てる。そうそうそう。で、はいはい、そこで手付け現金住居処刑をして180万4000円、売却損が290万で、はいはい、最終的にマイナス470万4000円の損失を確定されてます。きついっすね、うん、2740万ってそんなに大きくないだとでさ、はい、ね、たった5年で470万の損なんだけど、これこのまんま持ってったら修繕積立金分担金とかさ、はい、もっと損するから、不動産投資を通じて資産を形成していくんだったらこれ絶対買っちゃいけない案件だな、うんうん、なるほど、そういうことになりますね、わ、うんうん、かりました、ありがとうございます、うんうん、小林さん、まあ、今回はマイナス470万ぐらいで抑えられたって話、うん、多分なると思うんですけど、なんかこれ損失としては、うん、この金額以上の損失って何かあるんですか、うん、そう、実はね、この新築の区分所有マンションを、はい、節税ロジックで買われる方が一番ビハインドの部分って何かっていうと、はいはい、これ持ってると債務超過状態になるから、はいはい、金融機関がお金貸してくんないんだよ、はいはい、すなわち俺ら日本人である特権ってさ、はい、もう世界的に見てもめちゃくちゃ先進国で人気がある、はい、日本でさ、ちゃんと金融機関から低金利にさ、はい、お金を調達できるわけ、はいはい、でこれがこの物件を持って節税することによって、はい、資金調達ができなくなるっていうところなんだ。はあ、なるほど。すなわちこの不動産投資っていうのはスケールしてレバレッジが効くっていうのが一番いいのね、はいはい、だから俺なんかでもさ、20年でさ、総資産30億作ってさ、はい、借り入れがさ11億なんていうのは、はい、やっぱりこれレバレッジが効くってことなんだ、はいはい、しかも元本毀損しないものにレバレッジかけるから、はい、マイナスに触れないんだよ。ああ、なるほど。だって土地が残ってるじゃん。確かに確かに。それ売却しちゃえばさ、全然借金なくなっちゃうじゃん。はいはい、簡単に言うと、はい、だからこそ不動産って有利なんだけど、はい、この区分所有を節税で持ってると金融機関から見たら債務超過だから、はい、次の不動産が買えなくなるんだよ、はいはいはい、すなわち日本人の特権である超低金利にこれから買う物件の融資を引っ張るってことができなくなるっていうのはこの物件を保有する一番の損失だね。はいはいはい、なるほど、分かりました、うん、ありがとうございます、うん。小林さん、5年で売って470万の損だったと思うんですけど、そうだな、例えばこれなんか10年20年持ってたらなんかどうなってる、うん、これやばいよ。例えばじゃあ10年持ったとしたら、はい、これ単身だからさ、入隊期のスパンがどっちかっていうと短いのね、はい、3年で長い方なんだ、
ああそうなんですか。じゃあ3回入退会ってこれで約100万キャッシュアウトが出て、はいはい、かつあの損失って価格の下落だから、はい、で売ったところが買い取る値段がこれが約470だから、はいはい、もうあと2、300は損増える可能性が高い。なるほどなるほど。ってことは、はい、合わせて800万じゃん、はいはい、10年で、はい、20年持ったら300プラス100で400損するから、はい、点に300だな、はいはいはい、結構な損になる。結構っすね。そう今2740で出てるものが、はい、じゃあ半額になることってまず考えにくいんだけど、はい、どうなったら半額にプラス設定しなきゃいけないかっていうと、さっきの修繕積立分担金の話なんで。ああなるほど。そうこれを加味して、じゃあ例えば2200万で売ってくださいって言われたら、はいはいはい、じゃあ500万円分負けてあげなきゃいけないとかさ、はいはいはい、なると実質半額じゃんみたいな。なるほど。っていう風になってどんどん損がでかくなっていくから、はい、資産6億の人でも今の切り口を知らないと騙されるっていう、安易エントリーしちゃいけない物件だねっていうことになります、ね、そういうこと。なるほど、わかりました。じゃあ僕はちょっとまたあかん物件を持ってきてしまったということで。そうだね、あの金子君はねこの外観に惹かれるケースが多いありますね、うん、ちょっと外観気をつけますね。大体あの美人には気をつけなさい。ああ、それはちょっと気をつけます。そうだな、ありがとうございます。はい、本日の動画のまとめです、はい、今日は買ってはいけない物件について徹底解説してきました、はい、新築区分所有はたくさん物件をねこう解説してるんだけど、ここはね本当分かりやすい最大手の物件で、もうルックスめっちゃいいわけよ。だけどよくよく深掘ってったら、不動産ちょっと知ってる人は絶対買わないです、はい、この30何平米でさ、この 1LDK 表記ってマジ狭いし、うん、間取り見てもさ絶対に圧迫感がある間取りだから、はい、あとやっぱり区分所有自体がさ、うんうん、修繕積立金っていうものをきっちり積んでおかなきゃいけないってまず一つ、はい、あと一番困るのが管理組合っていうのがあるんだよ、区分所有ってな、はい、でこの管理組合で大規模修繕委員会とか立ち上げてやっていくんだわ、うん、はい、おそらくこれもこの最大手が全部温度取ってやるんだけど、はい、これがまたぼったくりで修繕積立金足んないぜって言って、はい、お待たせしました、さらに赤字が出るお話をお持ちしましたみたいなね。やっぱり不動産を通じて資産形成をするんだったらこれは買っちゃいけない、うん、だけど今のこの会社最大手で、なんで最大手たるゆえんがあるかっていうと、節税ロジックで言ってるからさ、はいはい、節税ってこれ嘘じゃないじゃん、はい、だからそういったようなところも含めて、うん、このチャンネル見ていただいてる皆さんは、うん、ワンルームとかさ区分所有とかさ、はい、新築にまつわる話っていうのは、うん、不動産投資で資産形成してるなら絶対買っちゃダメって話だな、っていうことですね。そう、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またな。小林さん、うん、お茶結構飲まれるの、うん、好き好き。あったかいお茶でおすすめの茶葉とか、そういうお茶の種類があったりします。あのね、東町ウーロン茶って知ってる？東町ウーロン茶、うん、はい、東町ウーロン茶はめちゃくちゃ美味しいから、はい、へこれはあの本来一番いいのは台湾とかで買うのいいんだけど、はいはい、お茶のさ、セレクトショップってめちゃくちゃあるから、はいはい、結構ね、味見させてくれるから、あ、本当すか。東町ウーロン茶縛りで、はい、いろいろ飲んでみると、へ、絶対おすすめ。普通のウーロン茶とは違うんですか？なんかね、やっぱ風味が違うし、匂いも違うし、はいはい、俺それこそ台湾で飲んだやつってちゃんと茶器とかで入れてくれるんだけど、はいはい、ミルクの匂いがする東京ウーロン茶飲んだよ。ミルク入ってるわけじゃないじゃないんだけど、あのミルクの匂いがしてすごい美味しかった記憶が。面白いですね。ちょっと今度お茶屋さん行ってみます、うん、おすすめ。はい、ありがとうございます。はいよ。